ディディマはトルコ第二の都市ミレトスの南エーゲ海に面したところにあります。ディディマの遺跡です。紀元前6世紀にイオニア人により作られました。アポロンに捧げられた神殿です。ディディマとは双子という意味です。アポロンとアルミテスが双子だったことに由来しています。しかしアレキサンダー時代に破壊されました。紀元前334年頃から130年ぐらいかけて作られました。蛇の女神です。この女神と顔があると石になると言われています。神殿を守るために正面に作られます。またアポロンで、もう一つはギリシャのデルフィノ、これがまたアポロン様に捧げる神託の神様です。また例えばあの奥のところにこういう1階建てのもう一つちっちゃい神殿が中心祭壇みたいなところ、トンネルの出てきたところです。ここはミレトスから14キロ離れてますが、ミレトスの神殿です。ここに祭壇があります。ここは神官だけが入ることができた場所です。神託はこの場所で行われました。